れまでだな。おとなしくしな。待ちな。誰だ。最下孫一、ただいま参上。でか。守備範囲よりちょいとしただが。やれ。すべての女性の敵は俺の敵だ。かかってきな。もうすぐここらで戦になる。気の荒い兵どもが集まってる。だから孫はお医者様なのか。にゃ、傭兵だ。これから俺も戦に行く。この薬草はあれとあれを干したやつ。ま、職業上の知恵だな。すごいな、孫は。よし、これで大丈夫だ。ここは危ない。お嬢ちゃんは帰るんだ。孫は物知りじゃ。世界を知るべく父に習い武者修行に伝としておったところじゃ。わらわは孫についていくぞ。ガラシャは自らの見聞を広めるため諸国を巡る旅に出ようとしていた。その矢先にガラシャは鉄砲傭兵集団雑賀衆を率いる孫一と出会う。孫一は織田軍からの依頼で離反した浅井長政とその盟友朝倉氏を討つ戦に加わるべく近江へ向かうところだった。まだ見ぬ世界を知る孫一に尊敬の念を抱くガラシャ。彼女は孫一と行動を共にすることを決める。見聞を広め研鑽を積み学んで学びまくるのじゃ。第1話、姉川の戦い。新しき世界への扉開くのじゃ。本当に戦場まで出てるんだ。仕方ねえ。俺がお嬢ちゃんを守るから。命張ってもな。いざ尋常に勝負。お前が可愛い子ちゃん連れな。初めて見たわ。なんじゃねえよ、ここまで来るしかない。真偽ことごとくに示さん。長政を幾重にも囲め、奴らを引き殺す。撃って。一気に。それがしは負けられぬのだ。危なくなったらすぐ俺。分かってる。もう子供扱いされてない。今お助けしますぞ。
秀吉、俺のダチだ。女癖悪いから気をつけろよ。獣なのか。女癖悪いと何をしてくるんだ。頼むから勘弁してくれよ。ずいぶん敵が湧いてくるな。マゴ、どうすればよい。爪所柱を倒して爪所をこっち側にいただくの。私は散ることにかなわぬ花なのです。それがしは疲れているイトマなど。さすがに疲れてきたな。そろそろ攻め時か。マゴ、なぜお市様は命を張って戦ったのじゃ。長間さんとて大切な存在のためだ。他人のため次を勝利。さあな、難しいことは考えないようにしてるんだ。いざ尋常に勝負。これまで長いながら、これが最後の攻撃だ。
止め、この姉川で織田を討つ。ここで立ち止まるわけにはいかぬ。覚悟。
とはな。敵将撃ち取ったのじゃ。なんとか命は取った。マゴ、ホタルの下の勝因と敗因は何じゃ、教えよ。あのな、負ける要素など全然なかったのじゃ。